俺がずっと喋ってたら分かるじゃん、それが。もっともっと映して。俺が動いてんのに。もっともっと映して。本当に。マジで。もっと映してやれ。マジでない。本当に。もっともっと。いや、ないっすよ、マジで。サムです。ヒロです。はい、ムロです。ユウヤです。太陽と、月でーす。イェーイ。オリンピック。みんなで5回、回って、回って、回って、バラストオリンピック。なかなかおもろいやん。待て、待って、はい、今何て言ったの最後。オリンピック。その前、はい、その前みんなで回って散らばってオリンピック。パラスオリンピックみたいな言ってたよね。何それ。正直言って言ったよね。まあ、なんで急に歌い始めたかっていうと、なんか この動画からあのニュースをちょっとネタにして、ヒロが即興オリジナルソングを作ってくれるっていうね、あの俺らのそのルーティーンにしようかなみたいな感じで始めたんですけども、それが今日記念すべき第1回目ということでね。ありがとうございます。はい、まあ、いつかはアーティスト目指すって言ってたんで、それのオーディションも兼ねて見てくれてる方にね、はい、混ざっていいのかどうかっていうのを決めてもらったらいいですかね。それはいいです、うん、すいません。そうですね。いや確かにって言ってていいです。もう大丈夫大丈夫、グループの存在取れてませんね。今日の企画は気配切り、はい、気配切りという、ね、企画をやろうと思ってるんですけど、ね、気配切りって何ですか。まあ、そうですね、いろんな YouTuber さん結構ね、あの見た感じやってるんですけども、僕もそれ、うん、あの YouTube で見てめっちゃやりてえと思って、うん、個人的にやりたい企画を今日せっかくの外だけなのであの持ってきました。何をするかっていうと、はい、アイマスクをつけて、目隠しします。まず目隠ししてこの剣を持ってぐるぐる回されて、で叩き合うっていう勝負なんですけども、まあ、どこにいるかわかんないわけじゃないですか、目隠しされてるから。はい、はい、全くで、どこか体の部位に一箇所でも触れた方の勝ちっていう。だからということで今回もね、トーナメント形式で、やっていこうと思います。1回戦がユウヤ VS ヒロ、はい、で2回戦がサム VS ムロ、はい、でまた負けた方が決勝に行って、決勝で負けた人は罰ゲームがあります。とんでもない。決勝で負けた人が罰ゲームっていう認識でいいですよね。そうですそうです。1回戦、はい、あの勝ってもまたなんか変な感じでなんか敗者復活みたいに言ってなんか負けてなんかやったりするのは今回は なしです。そうですね、はい、前回みたいなパワハラなしです。パワハラなしらしいですよ、はい、聞いたっすか。今回はね超ホワイト。そうですね、ホワイト企業。そう、改めてやっぱあの動画見た時にね、こっちもね反省したんで、ね、絶対してね今回真剣勝負で、そうですね、やっていこうと思います。イエス。でそれではね、企画にね移っていこうと思うんですけども、何かありますか、意気込みは。頑張りましょう。絶好調だね今日も。絶好調だよ。今日も絶好調。ムロといえばこれだからね。間違いない。ちょっと肌焼けた。そしてよく気づいた。説明してもらっていい。結構なんで肌焼けたんですか。いや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 、お互いがバチバチしすぎてすごいわ。あのね、すっごいあのいいよ、うん、いい関係だと思うよ、はい、あのね、仲間であれライバルでもある。そうだね、やっぱりあのもう戦いは始まってますから。はい、じゃそれでは企画に移っていきましょう。 GO! いいよ、せーの、待て待て、下向いて、あのいい、危ねえから、あ、こうこう、はい、1、2、1、やべえって。いってらっしゃい。え、始まってるこれ。始まってるよ。構えがいいよね。一人きりバッタさんいってる。どっちもはい、今は実況用してんだよ。動いた方が、構え方が聞こえましたよ。はい、ピロ。いいよ。もうよ。今当たったでしょ。
ウィーナー勝者ゆうやです。イエーイ。これね、やばい、マジでわかんない、おもろいな、たぶん手、木殴っちゃったもん。10回転回します。2回戦サム VS ムロレディーファイト。気合いが気をつけて。どこ？いった。嘘でしょ。ミナ様。いや今のはすごい。音だけで。今のはすごい。すごいね。うん、はい、それではね、敗者の二人で決勝戦を行っていこうと思います。今度こっちにしよう。もうちょい首まっすぐした方がいいんじゃない。痛い。いや、トンボみたいだなと思って。トンボみたいな、あの虫が飛んできた。よくわかんないけど。スタート。1、2、3、4、5。いや、行け、行きますよ。話すよ。やばい。いいよ。レディー。ちょっと待って。レディー、ゴー、ファイ。わあ、どうや。ドローです。ドローです。今のドロー。完全に今のドロー。今のドロー。リプレイ見ようじゃん。リプレイ。一回。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8。それでは始めます。決勝戦ファイ。なんでわかんの？え？もはや消えてるもん。なんでわかんの？だってわからなくない今ので。俺音何も鳴らしてないのに、しかもこっちから音聞こえたのに。じゃあもう正面向かしてるから。そうだよ、正面向かしてると思う。そういうこと？え、でも今のだって俺動いてないのにわかるわけなくない？だってもうこっちから音聞こえたのに。俺が振ったんだもん。それだったら卑怯じゃん。わかるじゃん絶対。だってさ、そんなんこっちから音聞こえたらさ、わかるじゃん。見てない。今音立ててないのよ俺。じゃあこれは泣きの一回とかじゃなくて不正です。やらせ、どのやらせですこれは。レディーファイ。仕掛けた方がいいよ。マジで。待って。さすがにもう負け認めるな。負けだけどさ。俺がさずっと喋ってんだからさ、分かるよそれは。俺がずっと喋ってんの分かるんだよそれが。もっと俺が動いてんのに。もっと映して。本当にマジで。もっと映してよね。マジでない本当に。いやないっすよマジで。だって8来たんだもん今ブーンって。エンディングに入るんですけども、罰ゲームはね、そこら辺にある川っていうか、泳いでいいとこがあるんでね、ムロ君に泳いでいただいて、その後にちょっと僕が用意した服に着替えていただこうと思います。それでは罰ゲームにゴー。
納得いかない。じゃあヒロちょっと、あ、さあ始まりました、オリンピック競泳日本代表第7レーン室選手。もうレーザーレーサー忘れたいいでしょう。ハゲウマーク、悪い顔してる、悪い顔してる、悪い。正義まだ正義、前に座最後、最後待たくないです、最後待たくないです。痛い痛い、気持ちや、超気持ちや。結果は最下位となってしまいましたけど、日本の皆さんに一言。国民の皆さん、悪い。